条件は整った。祖は現世を映す玄武なれど、あまたの可能性を秘めるものなり。因果の地平、開口の地へとそなたらを誘わん。
かくして新たな物語が始まった。絡み合う因果の一端を担うはそなたの役目。さあ目覚めるがよい。Thank you.
ブートプロセス完了。移送管理領域園庭構築完了。これより無限回廊の形成を開始する。来訪者たちよ、新たなる時空間の開闢を告げる。ここは黒の玄武教が作りし異界。不条理なる因果を乗り越える力を与える試練の地なり。これは因果律を正すための超特例措置である。来訪者の記憶は制限しているゆえ、おぼろげにしか認識できぬと推測されるが、クロスベルを中心に発生せし、一連の事態は本来ありえぬ特異点によって紡がれたもの。そなたたちはこれを解決せしめんとするが、いかな因果をたどろうとも到底到達できぬのが実情。よって黒の玄武教はここに干渉を決定したものである。この世界での記憶は持ち帰れぬが、身につけた力は別である。力を求めるならば真なる無限回廊に挑むべし。遥かなる因果の先の話ではあるが、そなたたち次第では運命を変えられる可能性も存在する。
ぜ。そのための我であり、炎帝なり。第一階層への侵入を許可する。試練の果ての可能性。人がそれをつかみ取ることを期待するものなり。探索を始めよう。せい！みんな、準備はいいか？はっ！私の番ですね。来い！チャー！後期です。エリーさん、お願いします。了解よ、せい！そこ！俺の番だな。
お、宝箱だな。よし、いや、よし、ゲットね。大丈夫だ。もしかしてあの光は。せい、速やかに終わらせます。これで先に進めるな。
強そうね。降りかかる火の粉は払うまで。はっ、いくぞ。やっ、はっ、はい、オン。させるか。任せて。行くわよ。食らいなさい。かっ。はい。行くぞ。
良さそうな宝箱です。始めます。はい。よし。せい。崩した。やれ。私の番ね。この気配、だが負けない。降りかかる火の粉は払うまで。万物無天、無は有にして有はまた無なり。覚悟、好機です。エリスさん、お願いします。エリー、よし。よし、もう大丈夫だ。俺の番だな。今だ。やる。空手か。私の番ですね。来い。チャラ。今です。もらった。前。俺の番だな。難敵か。気をつけないと。手ごわいぞ。気をつけろ。私の番ね。
私の番ね。行くわよ。私の番ですね。生き返るな。お、やっ、宝箱だな。よし、ゲットね。
強いぞ。気をつけろ。バンドする。任せて。行くわよ。はい。行くぞ。セット。すまない、みんな。ありがとうございます。俺の番だな。覚悟。させない。行くぞ。セイ。私の番です。望むところだ。俺の番だな。私の番ね。行くぞ。私の番ですね。させるか。はい。今です。もらった。よし。Thank you.